エフゲニー・ノビコフは、ロシア出身のラリードライバー。世界ラリー選手権における最年少ステージベストタイム記録の保持者。モスクワ生まれ。2006年のロシアラリーカップに勝利。2007年にエストニアとロシアの国内選手権で準優勝し、ウェールズラリーギガバイトにおいて世界ラリー選手権に初参戦した。2008年のラリージャパン2008年は、 プロダクションカー世界ラリー選手権に参戦。うち4戦でリタイアを喫し、ポイントを獲得できたのは、ラリージャパンだけだった。ラリージャパンでは、最終 SS 前まで、予報半2年に26.8秒差につけ初優勝に、向け一歩リードしていたが、最終ステージで、サスペンショントラブルにより、半2年に6.3秒差、荒井敏弘の2.9秒前につけ2位となった。 若干18歳で世界選手権をリードした、その速さは世界に衝撃を与えた。2009年は、シトロエンワークスチームのサテライトチームである、シトロエンジュニアチームから参戦。セバスチャン・オジェとコンラット・ローテンバフ派が、チームメイトとなった。シトロエン C4WRC をドライブし、全12戦中8戦に参戦。第6戦のラリーイタリア・サルディニアで5位に、 入り WRC における初のポイントを獲得。そして第7戦ギリシャのアクロポリスラリーで初のスペシャルステージ勝利を飾る。彼はタイムシートのトップを制した最初のロシア人活最年少のドライバーとなった。しかしその後はフィンランド、スペインでクラッシュを喫し安定感を欠き、資金不足により一度 WRC を離れ、2010年はロシアのローカルラリーに逆戻りする。 一年の後、2011年のラリーメキシコから、M スポーツストバート報道で WRC に復帰した。しかし上位につけていながら、コースオフやクラッシュが目立ちなかなか結果を残せないでいた。ストバートから6戦に出場した後、第12戦カタルーニャでは一時的にマシンを、シトロ NDS3WRC にスイッチ。ミスなく、走り切り総合7位に入った。最終戦は、 ハリド・アルカ・カシミの代役として、ワークス仕様のフォード・フィエスタ・ RSWRC で出場しこちらも7位に入った。終盤での2戦連続ポイント獲得もあり、ランキング17位で終えた。2012年は、M スポーツフォードからフル参戦。オット・タナクがチームメイトとなった。開幕2戦では5位に入りコースタートを切ったが、第3戦メキシコでは、 最終 SS 前にクラッシュをキッシータイヤとなった。第4戦、ラリード・ポルトガルで初の表彰台を獲得した。ここでは、総合3位でフィニッシュした後、1位だったシトロエンのミッコヒルボネンが最射検で失格となり、2位に繰り上がった。しかし、第8戦ラリーフィンランドでのジャンプ着地の際、小ドライバーのデニスジローデが背中を痛め長期離脱を余儀なくされてしまう。 代役として、ドイツでは、ニコラス・クリンガー、ラリー・ギガバイトからは、ヘニング・ソルベルグの子、ドライバー・イルカ・ミノルが務めた。そんな中で、第12戦サルディニアでは、実力で2度目の2位表彰台を獲得した。最終戦は、ドマックタイヤを装着する、オートテック・モータースポーツから出場。SS5 では、ミシュラン勢を抑え、トップタイムをマークしたが、 その後はトラブルにより10位に終わった。しかしこの年は課題となっていた安定感を見せランキングでは前年を大幅に上回る6位となった。2013年はマッツ・オストベルグと共にカタール・エムスポーツから参戦。前年代役として終盤コンビを組んだイルカ・ミノルが正式に伸びコフの小ドライバーとなった。開幕戦では最終日を前に3位につけていたが、 SS14 で石壁にヒットし左レアホイールにダメージを追いリタイヤ。第2戦スウェーデンは5位走行中に SS20 で点灯、9位に終わる。第3戦メキシコでは序盤に駅のトラブルが発生し10位に終わり序盤はミスやマシントラブルに泣かされたがポルトガル、アルゼンチンでは表彰台には届かなかったが4位に入った。第6戦アクロポリスでは オープニングステージから3連続ステージベストを記録し、序盤をリードしていた。ステージ3の時点では、ヤリイコールマティナトバラに39.1秒の差をつけていたが、パンクの影響により8位に交代、最連勝優勝を果たせず9位に終わる。その後は、前年の安定感が見られず、クラッシュや転倒で上位入賞を逃した。この年は、セカンドチームに所属する。 ティーリー・ヌービルの活躍に隠れただけでなく、チームメイトで2度表彰台を獲得したオストベルグを下回るランキング7位で終わった。2014年は参戦シートの獲得に失敗。フィンランドでスポット参戦を予定していたが、結局実現されることなく終わり、現在も WRC への復帰のめどは立っていない。ありがとうございます。